こんにちは、プードル刺繍の花デイジーです。今日はバラの刺し方をご紹介したいと思います。 Hi everyone, I'm going to show you how to embroider lovely rose flower today. Let's get started now. はい、今日はバラの刺し方、ここにこういう風に、図案があります。これ簡単で、まずこの丸を描くんですね。まあ1円玉よりちょっとちっちゃいぐらいので、5等分この線を入れていきます。そして花びらをその周りに5枚、ちょっとこうニュアンスのあるこのラインでこう重ねる感じで加えていきます。そして葉っぱも普通に葉っぱの形で2つ加えます。簡単なのでぜひこんな感じで図案も描いてみてください。はい、濃いめのピンク、これ6本取りで用意しています。まずはこの中心の丸い部分から、スパイダーウェブローズステッチ。スパイダーウェブというのは雲の糸です。あ、これちょっと雲の糸がこう張ってるようなイメージですね。で、まずこの5本のステッチから刺していきます。うちの庭でも今ピンクのオーブっていうバラが咲いているんですね。もうとっても香りがよくって、私のもお気に入りなんですけども、ちょっとそういう花を見てて、今日はバラを刺繍してみたいなと思って動画を撮っています。もうバラ公園なんかもこれからいよいよ盛りになりますね。私も行きたいなと思っているのですけども、はい、こうやって5本引いて、で今度ずっとぐる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 埋めていくんですが、すごく簡単です。まずどこでもいいんですけども、こう中心のところから針を出してきます。そして今この線の向こう側から出しました。そしたら今度これをこうまたぐんですね。なので次の線、ここの下をくぐります。で次これは飛ばして、次一つおきにこうやってすくっていきます。でぐる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 埋めていくだけですので、もうとても簡単なんですね。次はここで、次はこれ飛ばしてここ、こういう感じで埋めていきます。この時に注意したいのは、ぎゅーっと引っ張りすぎるとちょっと形が崩れたりするので、あまり強く引っ張らないようにして加減をしながら進めていってください。この時に引っ張り加減ですね。はい、まあ、ちょっとこの左でこう回しながら刺すと刺しやすいと思います。こんな感じで、ちょっとそうですね、この一番端までじゃなくて少し手前で終わっておこうと思います。と色の違うものを次加えたいので、ではずっと埋めていきます。はい、今ここまで刺してきました。そしたらちょっと色を変えたいので、この下のところに針を入れて一旦これを終わります。玉留めをして糸をすくって、糸を切ります。はい、こちらも6本取りですけども、先ほどより少し薄めのピンクになります。先ほどここで終わっているので、まあ、同じところから針を出してきます。ここの上なので、このまま渡って次のところすくいます。で次また一つ飛ばしてすくいます。一つおきにすくっていくんですね。はい、そしたらここを上に渡って
で、この下に針を入れて、このパートは終わりにしようと思います。こんな感じですね。はい。そしたら次は、この外側の花びら。これをサテンステッチで埋めていこうと思います。はい。今度は、もっと薄いピンクの3本取りです。これを使って、この花びらの一つ一つを埋めていきます。ちょっとこう斜めになる感じで、サテンステッチで埋めていきます。まず、ガイドラインを入れます。このように斜めに刺したいので、斜めに、まず、ワンステッチ。そうして、まあ、少しずつ間を空けながら、この花びらを埋めていきます。で、この間ですね。この時に、この中心の部分の下に隠れるように、針を落としてください。平行に平行になるようになるべくですね。ちょっとその辺難しいとこですが、このようにして刺していきます。はい、このように花びら1枚刺してきました。そしたら同じように、それぞれ、まあ、同じ方向のこう斜めにですね、全部刺していきます。はい、このように刺してきました。そしたら次は葉っぱを刺していきたいと思います。葉用のグリーン、2本取りで用意しています。ではまず、葉っぱのこのとんがった部分ですね。ここから出します。で、まあ6ミリぐらい、5、6ミリぐらい下がったところに、こういうふうに、ワンステッチ入れます。そして、ここから少し下がったところ、こちら側も。ここから針を出して、この同じ穴に入れます。左右ですね、こちら、左側も。で、この間を埋めていきます。針を落とすところは同じ穴で大丈夫です。2、3ステッチで埋まると思いますので、はい、次なんですが、次はまあこう VV ずっと下がっていきます。まず左の方のすぐ隣ですね、針を出して、で、こちら側に針を落とします。そしてこの中心の葉脈のところ、さっきのところのもうごく隣ですね、中心の部分から出して、こういう風なステッチ、そしてこの外側に針を落とします。これをずーっと繰り返して下の方まで刺していきます。
と見えにくいですね。こういうふうにしてどんどん刺していきます。はい、ここまで刺してきました。そしたらちょっとここ残ってますよね。ここはサテンステッチでそれぞれ左右埋めていきます。でこの根元の方に少しこう線があるので図案があるのでストレートステッチを加えておきます。こちら側もついでに加えておきますね。でこちらの葉っぱもこちらと同じように刺していきます。でこのステッチなんですが少しこう隙間が空いています。この刺し方でもいいですし、この隙間が嫌な方はもっともっとキュッキュッキュッと詰めてサテンステッチのように刺してみてください。はい、このように刺してきました。いかがでしょうか。色を変えたりしていろいろアレンジして刺してみてくださいね。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思われたらいいねボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。今後の動画制作の励みになります。 Did you like my YouTube channel? Please subscribe to my channel if you like. I'll be so happy. See you soon. Bye. それではさよなら。